眞子さまと小室圭さんの結婚反対デモが最新劇、やっと声を上げられた。秋篠宮家の眞子さま、29と小室圭さん、30の結婚に反対する行進デモが、16日、都内で行われた。皇室ニュースを配信している皇室系 YouTuber の圭氏が企画したもので、今月10日に行われたのに続き、2回目。前回よりも多い130人以上が参加し、8割は女性。それぞれが皇室の危機。小室家真っ黒、皇室を守りましょう、茶番会見やめろなどのプラカードや日の丸を掲げ、日比谷、銀座の約 1.5 キロを40分かけて練り歩いた。眞子さまと小室さんの結婚が26日に控える中で行われた前回デモの反響は大きく、この日は国内外のテレビ局が取材に訪れた。一方、皇族の名誉を貶める許しがたいデモと反対の声を上げるカウンターの男性も現れ、警察が衝突の不測事態に備え目を光らせた。参加した70代女性は、小室さん母子の疑惑が解決していない中で2人の結婚には反対。長い皇室の歴史の中でこんなことは初めてではないか。ずっと我慢していたが、ようやく声を上げられたと話した。眞子さまの結婚と記者会見が行われる26日にも、都内で行進デモを計画しており、祝賀ムードとは程遠い異例の事態になっている。続いて、このニュースに関するネットの声を紹介します。過去、皇族の結婚で、反対のデモって行われたことあったのでしょうか。ここまで反対されても結婚したいのなら、一日も早く結婚してください。ただし、今後1円の税金も使わないことを確約してほしい。ある時は、国民の立場、ある時は、皇族、いい加減、ダブルスタンダードはやめてほしい。秋篠宮家のために血税が使われることに納得いかない。後妹も同じ人種のようなので、早々に皇室を離れてほしい。小室家も母親の年金疑惑他を26日の会見で明らかにしてほしい。ご苦労様です。マスコミは結婚に賛成する人が増えていると印象操作をしていますが、私は反対が大多数だと信じています。こうして行動を起こされる方々に敬意を払いたいです。どうせこのデモの様子をどの局のニュース番組やワイドショーでも扱わないんだろうな。普段は言論の自由、報道の自由とか言うくせに、こういう時はあっさりと権力に屈するテレビ局なんて本当に信用できない。最近のマスコミは美談に仕立てたり、賛成多数と操作したり、祝福の雰囲気にしたり、裏で何かあるのだろうと思います。このデモはあくまで結婚のことであって、皇室を否定しているのではない。誤解を受けないようにしっかり記事にすべきだと思う。などなど、結婚反対の声は後を絶ちませんが、10月26日の結婚会見はどのようになることでしょう。この話題、あなたはどのようにお感じになりましたか？コメント欄よりご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録とベルのクリックもよろしくお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。